ヒルティ&ボッシュのユウです。同じくジンです。それではじゃあ僕たちがポイントをちょっと教えていきます。いろんな形があるんですけど、まずオーソドックスに右からで、右ポイント指すんやけども、大事なのは肘から出るということ。肘から出て止める、左も一緒、肘から出て止める、で横は割と簡単やけど、前がちょっと難しいと思うけど、前もついたりならんように肘から出て止める。右からいってみる、右からいくっす。右も肘から出て止める、で肘から出て止める、肘から出て止める。でその時に手だけやとどうしても音が弱くなるんで、体をしっかり使う、腰も上半身も。でこっちに刺すんやったら、初めはこっちに動かす、左やったら左、前やったらダウン。まずこの3つをしっかりやれば、あとはいろんなバリエーション離れてみたりとかは自分でやってください。そうですね、ダメな例としたら、刺すのを意識しないとダメなんで、こう例えば流れたりとか、まあ、こうなったりとか、まあ、問題外なんかこうグーとかね、刺しないから、これ、指は出さないとか、ね、はい、指は出す、確か、はい、刺すっていうのを意識して、はい、やってください。